ライターの市川、今回のラインナップです。トピックスはこの3本をお届けします。特集は8月7日から11日まで行われた千葉国体リハーサル大会第14回ジャパンオープンハンドボールトーナメント男子をリポートします。歩いて健康1散歩、江戸川を散策するコースの第3弾です。教えてエコ、プラスチックや危険物のゴミの出し方を案内します。みんな笑顔で市川体操のコーナーもどうぞお楽しみに。7月31日、夏休み親子で体験リサイクルツアーが行われました。このツアーはリサイクルやゴミの問題について親子で考え、家庭でもゴミの減量などに取り組んでもらおうと行われました。午前中は市川市クリーンセンターを訪問して、市川市のゴミの現状や家庭から出されたゴミがどのように処理されるか勉強しました。昼食を挟んで参加者は京葉ガス本社を訪れ、民間企業での環境への取り組みについて説明を受けました。ここでは裁断した紙を水を使ってほぐし、パルプ化することで情報セキュリティを確保しながら上質な再生紙の原料として利用できる質式シュレッダーを見学しました。棒から水が出るって言ってたんですけど、でもちょっとその穴がちょっと見えなくて、それで紙のカスが上にも横にもいっぱいついてました。質式シュレッダーで実際に処理された古紙を使っての紙すき体験も行われ、親子でハガキ作りに挑戦しました。この後リサイクルプラザに移動して、中古の家具などが再生されていく様子や牛乳パックを使った小物作りを体験し、子どもたちも楽しく学んでいる様子でした。14日東山海域連館で夏休み親子セミナー、ワクワクうちわ作りが行われました。毎年夏休みに開いているこのセミナーは、親子を対象に東山画伯の芸術に親しみ、日本画を描く体験をしてもらおうと行われているもので、毎年大勢の親子が参加する人気のイベントです。参加者は記念館の1階で実際に東山画伯が使った岩絵の具を見ながら日本画の説明を受けました。その後、近くの第四中学校の美術室に移動して、講師として招かれた日本画家の久保田京子さんの指導で、思い思いにうちわに絵を描きました。プールとスイカと空です。面白かったです。スイカと風鈴です。はい、今年初めてで、いい体験になったと思います。東山海域記念館では、今後も記念館を身近に感じ、さまざまな年代の方が楽しめるようなコンサートや鑑賞セミナー、アートイベントを開催していく予定です。30日までメディアパーク市川でひょっこりひょうたん島資料展が行われています。山本森久さんと井上久さん原作のひょっこりひょうたん島は、昭和39年から5年間にわたってNHK で放送されたテレビ人形劇で、サンデー先生と5人の子供たちが火山の噴火によって漂流したひょうたん島で暮らしていくお話です。メディアパーク市川の1階中央図書館の雑誌コーナーでは、ひょっこりひょうたん島ファンクラブ会長である船橋市在住の伊藤悟さんが所有する放映内容を記録した貴重なノートや台本、絵本やキャラクターグッズの数々が展示されたほか、2階にあるグリーンスタジオの壁面ギャラリーでは、番組の人形制作を担当した人形劇団ひとみ座が所有する平成3年に制作されたリメイク版の登場人物とオリジナル版の写真を並べたキャラクター紹介パネルが展示されています。
また3階文学プラザでも関連展示が行われているほか、各展示場所に隠された暗号を探し当てると秘密の手帳がもらえる冒険ラリーも開催しています。なかなか見られない貴重な資料を展示したこちらのひょっこりひょうたん島資料展、ご家族皆さんでぜひご覧ください。以上、トピックスのコーナーでした。河野台市民体育館にやってきました。今日こちらでは夢半島千葉国体市川市リハーサル大会第14回ジャパンオープンの決勝戦が行われます。2010年に開催される千葉国体、市川市ではハンドボール競技が開催されます。市では国体に関する情報をホームページで発信するなど、2010年に夢半島千葉国体ハンドボール競技が市川で開催されることをさまざまな形で PR しています。国民体育大会は昭和21年の第1回大会から毎年各県持ち回りで開催され、千葉県での開催は昭和48年の若潮国体から37年ぶり2度目となります。ハンドボール競技会場となる市川市と香取市、市川市では青年男子、青年女子、少年女子の試合が、香取市では少年男子の試合が行われます。市川市では平成17年度に千葉県で開催されましたインターハイに引き続き、千葉国体でもハンドボール競技の開催地となりました。これは昭和学院や市川学園など市内の高等学校が県内はもとより全国でもハンドボールの強豪校として功績を残していることが挙げられます。また卒業した後も実業団でプレーを続けるなど、中学生から一般までの各層でも県下でトップレベルにあり、さまざまな大会の会場地として市川市はハンドボールのメッカとなっております。2008年7月23日夢半島千葉国体の市川市実行委員会が設立され、市で開催されるハンドボール競技の運営が円滑に行われるよう話し合いや準備が進められています。また多くの市民に国体に関わり盛り上げていってもらおうと、市内でさまざまな PR 活動も進行中です。皆さんは市川にゆかりのある人が夢半島千葉国体の PR に一役買っていることをご存知ですか？大会マスコットキャラクターのチーバくんは市川市出身の坂崎千春さんが描いたキャラクターです。チーバくんのソーラーパネルボードや市内のイベントにチーバくんが参加して夢半島千葉国体を PR しています。イメージソングのカルナバル全ての戦う人たちへはドリームズカムトゥルーのメンバーが大会のために制作したもので、作曲を担当したメンバーの高村雅人さんは河野台高校の卒業生です。中村さんの後輩にあたる河野台高校の女子生徒がイメージソングに振り付けを加えたイメージダンスを授業に取り入れ、国体の PR に協力しています。2010年市川で開催される夢半島千葉国体ハンドボール競技、皆さんも何かの形で関わってみませんか？国体に参加する選手や応援団など全国から3万人を超える多くの方が市川市にやってくることが見込まれております。これら市川市を訪れた人が良い町だったなと思っていただけるような温かい雰囲気で大会の運営が行えるよう、各会場でボランティアの皆さんにさまざまなご活躍をいただきます。具体的にはきれいな町、花いっぱいの町、元気に挨拶する町などの市民運動に関わっていただくことになり、大きな期待を寄せております。7月17日から19日の3日間、夢半島千葉国体リハーサル大会のボ
ランティア基礎研修会が行われました。全国から市川を訪れる皆さんに大会期間中安心して過ごしてもらえるようにボランティア活動の内容や注意事項が説明されました。2010年の千葉国体の大会運営ボランティアは現在も募集中です。千葉国体前にもボランティア基礎研修会は行われますので、皆さんの手で千葉国体を盛り上げてください。詳しくは夢半島千葉国体市川市実行委員会事務局にお問い合わせください。弓道させていただいてるんですね。でなんかそのスポーツを通してお手伝いができればと思いまして、たまたま近くでやるということでお手伝いしようかなと思いました。若い頃に沖縄国体を経験したので、やっぱりボランティアの方たちにお世話になりましたので、今度は恩返しのつもりで頑張りたいと思います。皆さんが楽しんで盛り上がる大会にしてもらうよう協力していきたいなと思っております。8月7日、夢半島千葉国体ハンドボール競技のリハーサル大会となる第14回ジャパンオープンハンドボールトーナメント開会セレモニーが文化会館小ホールで行われました。開会式には香取市で行われる女子の部の16チームと市川市で行われる男子の部32チームが参加し、クラブチーム日本一をかけた戦いの幕開けとなりました。市川で開催される国体はボランティアの皆さんに支えられ運営されます。2010年千葉国体のリハーサル大会となる第14回ジャパンオープンハンドボールトーナメント男子の運営もボランティアのスタッフの皆さんに支えられ開催されました。ボランティアスタッフの皆さんは大会期間中の5日間周辺の環境美化やドリンクコーナーの運営、開会式や閉会式の対応など夢半島千葉国体ハンドボール競技リハーサル大会となる第14回ジャパンオープンハンドボールトーナメントの運営を支えました。また会場周辺ではおもてなしの花が選手や応援団を迎えました。この花は市内の小学校、中学校、特別支援学校の児童、生徒がこの時期に合わせて種から育てたもので、国体のおもてなしの花となっているマリーゴールドとサルビアが会場を彩りました。私は前回の千葉国体の時にちょうど高校生だったんですけど、その時にマスゲームに参加したことがあったので、2回参加できるのはちょっといいかなと思って申し込みました。来た人にね、来てよかったっていうのを競い気持ちを持って帰ってもらいたいと思います。気持ちも気候も暖かいところを皆さんに見ていただければいいんじゃないかなと思いますけど、はい、現在私の後ろでは愛知県代表トヨタ自動車対沖縄県代表 BIC の3位決定戦が行われているわけなんですが、会場は非常に盛り上がりを見せています。そしてこの後いよいよ千葉県代表ホック対三重県代表三重ホンダクラブのクラブチーム日本一を決める決勝戦が行われます。昨年と同じカードとなった決勝戦、昨年優勝した赤のユニフォーム三重ホンダクラブに千葉県代表白のユニフォームホックが挑みます。試合序盤、点を取り合う一進一退の攻防が続きます。息の合ったパスワーク、攻守が目まぐるしく変わるスピード感のある試合展開、華麗な技、豪快なシュート、選手のプレーに観客席は釘付けです。30分ハーフで行われる試合の前半終了間際に三重ホンダクラブが得点を挙げ、前半は17対13で折り返します。ハーフタイムには高野台高校ダンス部の皆さんとチーバくんが応援に駆けつけ、ダンスで会場を盛り上げました。後半戦が始まりました。ハンドボールは1チーム7人の選手がコート上でプレーします。1人はゴールキーパーです。選手交代に特徴があり、
試合を中断することなく、選手はいつでも何度でも交代することができます。このルールをどのように作戦に生かすかも勝負のポイントです。ハンドボール競技はよく格闘技だと言われます。ディフェンスの選手はオフェンスの選手に対して正面であれば体の接触が許されているので、激しいぶつかり合いが試合の随所で見られます。これもハンドボール競技の醍醐味です。しかし重大な反則をした選手には2分間の退場というペナルティが適用されます。そして何といっても一番の魅力はスピーディーな試合展開の中で見られる華麗な技と豪快なシュートです。決勝戦では両チーム持てる力を出し切って戦いました。優勝を狙う千葉県代表ホッグは後半1点差まで追い上げましたが、流れを引き寄せることができず、29対24で制した三重ホンダクラブが優勝に輝きました。両チームのシュートとかキーパーのセーブとかそういうのを見ててすごい躍動感があって素晴らしかったと思います。ぶつかって、点入れてサッカーと違って点がよく入る、すごくなんか面白みがある醍醐味がある感じしますね。私ずっとバスケットやってきたんですけども、やっぱりより激しくてアグレッシブで、なんかスピーディーで、もうなんていうんですかね、面白いですね見てて、はい。リハーサル大会はボランティアの皆さんのご協力で無事終えることができました。しかしながら運営面など新たな課題も見えてきましたので、これから検証し来年の期待に向けて万全の準備を進めていきたいと考えております。国体は半世紀に一度体験できる大会です。ぜひ千葉国体2010市川市で開催されますハンドボール競技にご注目ください。千葉国体ハンドボール競技は市川市と香取市で開催されます。日程は2010年9月30日から10月4日までです。皆さんで一緒に千葉国体を盛り上げましょう。以上、特集のコーナーでした。歩いて健康いち散歩、市川の街を楽しみながら歩くことで日頃の運動不足を解消していこうというこのコーナー。今回は市川ウォーキングマップの江戸川散策コースの中から市川橋を出発してクリーンスパ市川までを3回に分けてご紹介していく3回目最後の回となります。こんにちは、歩いて健康いち散歩のコーナーです。前回は市川南ビオトープからここ陽徳可動席までお散歩してきました。今回は7500歩からスタートです。江戸川の雄大な景観と憩いやレクリエーションの場として潤いと安らぎを与えてくれるこのコース、今回も江戸川に沿ってお散歩していきます。こちらの行徳可動席の下では釣りをされている方がたくさんいらっしゃるんですね。ちょっとお話を伺ってみましょう。なんていう魚ですか？ハゼ。ハゼで今釣れたのはハゼですか？うん、おー、わー、生きてる生きてる生きてる。行徳橋から少し下流の干潟付近までこの辺りのハゼ釣りは関東近郊で屈指の釣り場となっており、夏休みシーズンにはたくさんの釣り人でにぎわいます。ほらカニだ、カニがいる、カニ、超ちっちゃいカニ、わーかわいい。こちらが新行徳橋ですね。着いた。新行徳橋は旧行徳橋のバイパスとして1972年に開通しました。開通から20年間は千葉県道路公社が管理する有料道路でしたが、1993年に無料化されました。現在でも橋には料金所の敷地跡が見られます。あー、この辺りには赤い花がたくさん生えてるんですよね。
わあ、すごく綺麗。こちらの赤い花は赤爪草。名前の由来は江戸時代にオランダからガラス器具を輸入した際にクッション材、つまり爪草として利用されていたことからと言われています。同じ種類に白爪草がありますが、赤爪草は花がついている茎に葉がついているのに対して白爪草は茎だけ。また茎が地面に這うように横に伸びていくなど構造は全く違います。あ、海から 2.25km っていう表示がありますね。あ、確かに船もたくさん止まってますし、あの向こうが海ってことですよね。歩いてきたな。市川大橋の目の前までやってきました。もうその向こうが海なんですよね。そしてですね、こちらが今回の最後のポイント、天然温泉がありますクリーンスパ市川です。では行ってみましょう。クリーンスパ市川はプール、温浴施設、スポーツジム、レストランなどが揃った健康増進施設です。隣接するクリーンセンターでのゴミ焼却時に発生する余熱を有効利用して施設の運営に役立てています。今回は江戸川散策コースの3回目、行徳可動堰からこちらクリーンスパ市川までお散歩してきました。今回のコース、トータルで歩数計は1万3600歩となっています。今回ご紹介しましたコースはこちらの市川ウォーキングマップに載っています。保健センターや広報校長担当で配布していますので参考になさってください。次回はこの市川ウォーキングマップの中から緑いっぱいの自然を巡るコースをお散歩します。お楽しみに。それでは私は天然温泉で汗を流してきます。教えてエコ。今回はまずスーパーなどで買ったお弁当の容器を分類してみましょう。循環パートナーさん、よろしくお願いします。割り箸は燃やすゴミ、食べ残しやバラン、ソースの容器は燃やすゴミ、容器は軽く拭き取り、ゆすいでプラスチック。ジュースが入っている紙パックは、ストローは燃やすゴミ、開いてゆすいで 紙パックとして出しましょう。中にアルミが入っている場合は燃やすゴミとして処理しましょう。続いて容器包装類ではないプラスチック製品を見ていきましょう。カゴ、バケツ、コップ、ハンガー、おもちゃです。これらは燃えるゴミの方に分けてください。最後に電池や蛍光灯の出し方です。これは乾電池です。燃やさないゴミとして出している方が多いようですが、これは有害ゴミです。燃やさないゴミの日に別の袋に入れて出してください。使えなくなった充電池は電気屋さんに置いてある回収ボックスへ入れましょう。次に蛍光灯です。これは有害ゴミですので、燃やさないゴミの日に蛍光灯が入ってたケースまたは新聞紙にくるんで透明な袋に入れて出してください。市川市リサイクルプラザはゴミ問題や 3R についての情報を発信する施設です。家具やベビー用品などの引き取り販売のほか、フリーマーケットやリサイクル講座など
イベントも行っています。ぜひ足を運んでみてください。8月30日は衆議院議員選挙の投票日です。投票所の入場整理券はすでに発送されていますのでご確認ください。選挙当日投票所に行くことができない場合は8月29日まで行っている期日前投票を利用してください。期日前投票や不在者投票制度について詳しくは8月8日と15日号の広報1コアをご覧ください。市役所来庁舎用の駐車場が料金精算機器入れ替え作業により全面閉鎖されます。第1・第3駐車場は9月19日午前8時から9月24日午前0時まで、第2駐車場は9月18日午後5時から9月24日午前0時まで。ご理解ご協力よろしくお願いします。これから行われるイベントの情報です。次回8月29日からの放送は7月24日に逝去された市川市名誉市民で彫刻家の大須賀勉さんを特集します。次回もどうぞご覧ください。みんな笑顔で市川体操。曲げ伸ばしです。あと4つです。バタフライの手の動作から大きくいきましょう。あと3回、あと2回です。クロールの手で前に行きます。せーの、背泳ぎで後ろです。平泳ぎの手で横へ行きましょう。足もできれば大きく開いて閉じます。横をしっかり押します。1回、2回、2回、前4つ、反対。はい、走って前に行きます。ボールを蹴るように。もう一度。はい、その場で駆け足です。歩きながら真似をしても結構です。はい、それではちょっと小さめに回ってきましょう。足を踏む動作です。はい、スクワットを2回やりましょう。反対の足から、せーの、1、2。はい、スクワットを2回です。はい、ラケットを持ってテニス部のように。はい、スイングは外から中です。反対、外中、最後はスイングだけです。はい、最後大きく前から、もう一度。はい、走ってキック。もう一回。はい、バランス動作です。反対側も同じようにいきましょう。はい、ヨガのポーズでだんだん呼吸を整えていきます。反対側。はい、最後深呼吸です。手を上で合掌、少し伸びて背骨をちょっと反って、はい、まっすぐに戻します。はい、息を吐きながら胸元で合掌です。